料金所出口ながら川リバーサイドウェイは、岐阜県岐阜市や九谷から同市岩谷市に至る、岐阜県道287号上、白金正五線の一部を構成する道路である。岐阜市東部と岐阜市中心部を連絡する、一般県道上白金正五線は、一部通行不能区間があったことから、その周辺部や、対岸の主要地方道岐阜美野線及び、 国道156号が著しく渋滞していた。長良川リバーサイド有料道路は、その渋滞緩和対策として一部通行不能区間を早期整備するために計画されたもので、1984年9月1日に有料道路事業に着手し、長良川リバーサイド有料道路の名称で1987年4月1日に共用開始した。本有料道路は、 料金徴収業務の合理化を図るため、全国に先駆けて自動料金収受システムを導入した。また、植栽による緑化集計を行い、金貨山麓及び長良川の風紀維持に努めた景観となっている。2010年3月に策定された岐阜県の行財政改革アクションプランで、岐阜県道路公社が管理する有料道路を無料開放し、 同料者を解散する方針が示され、長良川リバーサイド有料道路も2012年4月1日午前0時に無料開放された。無料化前の2012年3月28日と無料化後の2012年4月6日の交通量調査結果によると、1日あたりの交通量は無料化前の約3700台から無料化後の約1300台へと、 約2.8倍に増加した。ありがとうございます。